どうも、シャケ音となり、シャケトリックマウルズ、シャケというね。本日はですね、この天寿からの贈り物というのをやってみたいんですが、まぁ、結構ね、強いみたいですっていうか、強かったです。で、このね、一つだけの果実、ここで、私がね、偶然にも一番最初に引いた、この、メロンドラゴン。フルーツドラゴンシリーズのもうすでに、進化しているやつが手に入るそうなんですが、まあ結構強いので倒せるかどうか分からない上に属性がどれが出るかも分からないという、まあ、とりあえずねメロドラ以外が出てくれたら嬉しいかなと思っております。では早速いきましょうかね。パーティーはですね、まあなんか同じパーティーが2つあることに今気づいた。ですね、まあ、きっとおそらく俺が持ってる中で一番火力があるであろうパーティーで行きたいと思います。お願いします。メロドラ以外だよね。メロドラ以外でコスト30かかるからさ。おお、これブドウなのかな。ちょっと行きましょう。光なのは美味しいかもしれないな。まあね、冷静に4はね、4以上でやっていきましょう。痛いなぁ。体育挟まれてきついな。間に合わなかった。俺巻いたんか。一旦にこのダメージはきついな。絶対体育挟まれてダメだね。それなおかつ4コンか。あー行き過ぎた。やっちゃった。なるほど。よしよし。ああ、なかなかどうして強いね。やべ。まあでも回復さえ挟めばなんとかいけそうだな。オッケー。ビーになるもんだけどちゃんと挟んでいこう。どうしようかな。まあ3しか思いつかないけど行ってみましょう。
あ、ミスった。まよしよしうわー、これ回復挟むのきついな。うん、なんとか回復挟んでよ。できれば一人は捨てる。でむしろ火水木光も入れたいとこなんだが、それは今の俺には無理ゲーでござる。いっぱいいっぱい。いやひどい。まあ今回復挟んで来ちゃったな。向こうってなんかスキルとかないのかな。であればこのまま確実に回復が挟めていければなんとかなりそうな気もしなくもないんだけどね。うわこれ火もいけたらな。まあしょうがない。火をどう揃えるかだな。なるほど、見えた。オッケー、これは結構いいダメージいくでしょう。あれ、なんで今さっきの能力発動してなかったやつだけど、あれ今火水木光いってなかった、気のせい。まあよしするか。なんかわけわかんないこれ。いいねいいねいいね。よし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 。え、何これ、落ち込んの神来たる。これワンチャン倒した。あれ、サクヤの効果俺は、ま、勘違いしてるのかな。今言ったような気がするんだけど。うわ、よしよしよ。え、うん、火力挟んだけど一瞬ビビって思った。これはいけますね。いっちゃいましょう。
今油断大敵だよね。確実に回復挟んでいけばいいから、まあ慌てず行こう。回復できない。ただもう一発は耐えられるから、今度はコンボを多めにしよう。出ないと危険でゴンス。オッケーオッケー、ワンチャンス倒せない。痛い。反撃で来た。つい、いやーよかった、倒せたよ。初クリア。いやーめっちゃ嬉しい。ブドウドラゴン、まあ残念ながらね、ただね、まあ闇以外が、闇もあまりそ、いや、こやついるからさ、ノレドラゴン。まあ玉ドラ使って強化すればもちろん最終的には強くなるけど、他の属性が欠けてるから、まあできれば、あ、何これ、でも操作時間延長とかあるんだ。まあ、よしとしましょう。でですね、今なんか、ガンフェス2014年、開催記念カーニバルっていうのと、なんか新モンスター追加というわけで、まあ、せっかくなんで、まあ、5月25日ガンフェスということで、私ね、ガンホンのラグナロクオンラインっていうね、ゲームのね MC とかやってるんですけども、なんとね、今回はねラグナロクオンラインのねあのコーナーがねちょっとねちっちゃいがゆえにね出れなかったしまったということでね、代わりにここでちょっとレアガチャを一回ね、引こうかなと思います。まあ正確はねちょっと、一回引いてみましょう。まあなんかいいの出るでしょう。お願いします。金金金金よ、いでよ。おお、金プラ。え、なにこれ。アレス神タイプ。火属性の効力が2倍、水ドロップと火薬ドロップと火ドロップに変化させる。水ドロップと火薬ドロップ、火ドロップ、マジで超強くないこれ。え、これ結構いいの引いたんじゃない。スクショワードにしとこう。ということで、とりあえずここで見てくれてありがとう。おつくまきり、たまらんな。動画を見てくれてありがとう。PC の方は画面のこちらをクリックしてチャンネル登録してください。スマートフォンの方は登録ボタンか動画説明文の中にあるリンクをクリック。これからもサゲクマチャンネルをよろしく。たまらんな。